天然理心流宗家であり最も吉田東洋暗殺に近いはずの男近藤勇は覆面の男ではなかった。残り4人にまで絞られた覆面の男の容疑者、そしてその中の一人である新選組最強の男沖田総司とついに真剣を交えることになる。死闘の果てに沖田が覆面の男ではないことを知る龍馬、そこへ一通の知らせが届く。武市半平太が土佐で処刑されたという知らせが。坂本、中岡、じゃあ武市は。ああ、土佐の大殿山内陽動公の岡田伊蔵を使った京での幕府要人たちの暗殺、その首謀者としてだ。あの伊蔵が土佐に連行され、自分が京で起こした暗殺は全て。どこ行く気だ。土佐に帰るなんて言うつもりじゃない。お前は脱藩の身だ。今土佐に行ったところで武市だ。そんなことは、とにかく落ち着くんだ武市。え、長いこと江戸にいたわりに陽動公の動きが早すぎる。伊蔵の逮捕から拷問まで武市を狙い撃ちだ。それがおやつ、吉田東洋の一派を排除しようとする勢力、そしてその読みが当たってるとしたら、案外そいつはお前が土佐に戻ってくるのを待ち構えているかもしれねえな。逆に言うと、その黒幕にとって一番厄介なことは。あんたが言いたいのはそういうことか。その前にまず、くっそ、坂本、土佐には俺が行く。あんたが。俺だってな、こんなとこで引いてられねえんだよ。それを突き止めないことにはこのままじゃ。あんたも俺も土佐に生まれ。ああ、とにかくお前は今日にいろ。だが今は動く時じゃない。分かった。はじめさん、入る。ちょっと飲みすぎちゃう？大事な人やったんやね、その武市さんって人。せやけどなあ、いくらなんでも飲みすぎやって。俺に構うな。あんまり無理せんといて。
そうです。いらっしゃいませ。旦那はんよ。せやけどいい飲みっぷり。今宵はもううち蔵町にある。待て。お店に来。風も心地いいし、言うことない。はい、ほんならこんばんは、精が出ますな。ようこそ、お越し。今日は貸し切りどす。ゆっくりしていっておくれやす。お、やってますね。お前は桂小五郎。どうも、お久しぶり。その節はお世話。池田屋のことか。西の風呂屋を紹介し、これで貸し借りな。ああ、そういえばそうでしたね。そっか。それよりお前。ああ。じゃあ改めまして、行くま。一応ね、俺なりにあん時の俺、竹地半平太のことを。そうか。池田屋の時はちゃんとお話できませんでしたが、私は以前から竹地さんに万が一のことがあった場合は兄弟に。ええ、竹地さんはずっとあなたを土佐に連れて帰ろうとしていた。だがあなたは新選組に入ってしまった。しかもあの頃、竹地さんは新選組に命を狙われる立場にあった。竹地さんは私が剣の立つ男を探していることを知っていた。だからあなたの今日で勤皇派を束ねていたあの人が地べたに頭までつけてね。決別したとはいえ、斉藤さん、あなたこれからどうするつもりですか。さあな。あなたが新選組にいる、それはそれとして、前にも言ったけど、同志として長州に。竹地さんはまだまだやらなきゃいけない。それを継ぐのは地層になったな。龍馬さん、悪いが、
龍馬さん。捨て鉢になったって何にもなりゃしないよ。龍馬さん。志の低い連中だね、どうも。ああ、ちょっと君たち。くらえ、幕府の犬め。なんだてめえは。それにその髪の色、さては貴様、異敵の子だな。よっちゃん、なんでまた俺。何すんだてめえ。わしは今日大変な一日でのすこぶる機嫌が悪いんや。ああ、運がなかったのお前ら。いきがりよって、やっちまえ。機嫌が悪いからってまさか。おお、かわいいやっちゃの。よし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 。わしに噛みつくとはの。気に入ったで。今日からお前は薩摩藩預かりや。何や、長州の青二歳がおるやんけ。それにあんたもか。縁があるの。お前は西郷さん。ったく、随分な言われようですね。どないした、にっかき薩摩の大将首がおるんやで。かかってこんのかい。いや、正直あまりあんたのことでどうこう言うつもりはないんですよ。寝技使ってるのはお互い様なんでね。ただ俺も一応長州の代表みたいなことになってるからね。あんたを目の前にして刀を抜かないわけにはいかないんだ。悪いね。いいで。わしも薩摩しょうとるんや。わしとあんたの喧嘩でこの件切りつけようやないか。わざわざ前に入ったったんや。切ってみろや。それじゃあ、お言葉に甘えて。てめえらの都合だけで勝手に喧嘩始めんな。気に入らねえ。なに、今日はあんたがイラついとるんかい。せやけど、あんたに指図されるいわれはないで。あいにく俺も引き下がれないんですよ、立場上ね。そうか。
だったら殴り合いで蹴りつけろ。え？斉藤さん、あんた何言って。ついでに俺も混ぜてもらうぜ。今はとことん暴れてえ気分なんだ。なんや、要はあんたがうさばらししたいだけかい。ええで、突き落とるわ。ウロヤン時の蹴りがついてへんしな。やれやれ、あんたたちの流儀にはついていけないんだけどね。まあいいよ、やるからには徹底的に行きましょう。思ったよりノリがいいやんか。見直したで。覚悟はいいな。一丁暴れたら困った人たちだな。
お前ら今日は、はあ、俺が勝ったんだ。付き合ってもらうぜ。ああこいつ、行くで。薩摩と長州の経理地。おっと、ええ機会や。目障り。それにしても西郷さんもこの人と知り合いだったんですね。たまたま風呂屋で会うてね。お前らこの店でのここそれじゃあさっさと。そうや。店にある酒全部も。おいおい、誰が一番さ。斉藤さん、それ本いいやないか。しょうがない。あかん、もう無理や。こいつどんだけざるやねん。なんか頭がクラクラしてきた。この店の先、じゃあそろそろ閉めましょうかね。おごってもらってすまないな。いいんだ今日のところ。まあ、おい、はあ、もう一軒。行くでよ。おい、そこの人斬り。Shoot! Shoot! 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 Shoot
くで。ごめんなさい。そこのお前。薩摩の西郷吉之助と一緒にいるなんて、この状況あんまり人に見られたくないんだよね。お前らもうどこでも、こないなガキとつるんでるところ、犯人でも知られた。こっちも困る。ごちゃごちゃ。おい、酒だ。まだ飲むんかい。何やってんだろ俺。お前らこれだけ一緒に飲んで騒いでも、まだ薩摩だ長州だのと言うつもりか。当たり前でしょ斎藤さん。あんた俺たち長州が薩摩にどんな目に遭わされたのか分かってないでしょ。ケツの穴の小さいガキやで。こんなんが頭や言うんやから。ちょ、なんだと。まだ分からねえのか。そんな細けえことにこだわっていつまで殺し合うつもりだ。そこで流れた血がどれだけ報われたって言うんだ。細かいことか。それを言うならあんただって結構細かいことにこだわってると思うけど。あいつにも同じことを言われたよ。それよりもおやっさんの意思を告げってな。うん？あいつの言う通りだってことは分かっちゃいたんだ。俺は兄弟みたいにできちゃいねえ。目の前の忘れりゃいいことを忘れられなかった。その挙句がこのざまだ。俺は何よりも大切なものを守れなかった。兄弟、土佐の武市半平太のことだ。兄弟分なんだよ彼らは。武市半平太の兄弟分。そしたらまさか。言っちゃっていいのかな。土佐勤王党の筆頭坂本龍馬、それがこの人の本当の名前だ。坂本龍馬。こいつが。この男が坂本龍馬だ。どういうこっちゃ。ねえ、あんた人を勝手に連れ回して愚痴り倒した挙句。勝手にねえよった。坂本龍馬か。本当勝手な人だね。ここは捕虜。やっと起きた。いつの間に寝て。いや、どうやってここに。だから言うたやないの、飲みすぎやって。すまん。
武智さんのこと聞いて。ごめん、嫌やったら。兄弟みたいなもんだった。ガキの頃からずっと一緒に育ってバカやって半平太には何やってもかなわなかった。いつまでたっても俺は兄貴と呼んでついて回ってた。俺の憧れだったんだあいつは。なのに最後の最後で喧嘩別れしちまった。あれが最後になるなんて思ってもみなかった。畜生、なんで俺はあの時兄弟を。はじめさん。辛い時には人に話した方がええよ。一人で抱え込むよりは楽になるやろ。そうらしいな。うん、はじめさん、お酒臭いよ。今日は意識が飛ぶまで飲んじまった。そういえば、ん？俺はどうやってここに。店で飲んだところまでしか覚えてねえ。飲み友達のお二人さんがここまで担いできてくれたんね。飲み友達？桂と西郷が。散々愚痴ってたで。もうこいつに酒飲ますなって言われてもうた。でもな、その後こうも言うてた。うん？細かいことは全部水に流してやるって。二人ともすっきりした顔してた。え、酔った勢いでなんかええ話でもしたん？いや、覚えてねえ。はじめさん、お涼。なんだ、朝から騒々しいやつだな。その格好。立ち止まるのはもうやめだ。俺にはまだやるべきことがある。そうか。足寒いだろう。風邪ひくなよ。晩飯と風呂頼んだぜ。うん、いってらっしゃい。